皆様こんにちは。今回は Android のディスプレイにスタイラス利用などに便利なタップやポインタの位置を表示する方法をご紹介させていただきます。 Android では通常ディスプレイをタッチしたりスワイプする際に現在どの位置を指でタッチしているか表示されませんが、開発者向けオプションから設定を行うことでタップやポインタの位置を表示させることができます。この設定は例えばスタイラスペンなどを利用して Android を操作する際に特に便利です。 Android のディスプレイにタップやポインタの位置を表示する設定は、まず開発者向けオプションを表示している必要があります。開発者オプションを表示していない場合は、端末情報ページのビルド番号を7回タッチすると Android の設定項目に表示されます。開発者向けオプションを表示したら、その部分をタッチして開発者向けオプションページを開き、右上のスイッチをオンにして進み、開発者向けオプションを利用できるようにします。開発者向けオプションページを下にスクロールして入力カテゴリーまで移動します。表示されるタップを表示とポインタの位置がそれぞれを表示する設定です。タップの表示のスイッチをオンにすると、タッチしている部分に丸いポインタが表示されるようになります。ポインタはスワイプ時も連動して動きます。ポインタの位置のスイッチをオンにすると、タッチしているポインタの表示に加え、スワイプした際に一筆書き分を追跡表示してくれるようになります。タップの表示とポインタの位置を両方同時に利用することも可能です。ポインタの位置の追跡表示は逆に邪魔になる場合もあるので、特に必要でない場合はタップの表示のみで良いでしょう。今回の設定は、例えばディスプレイのタッチ性能や購入したスタイラスペンが正しいポイントにタッチされているかなどを調べるときにも役立ちます。また普段からスタイラスペンをよく利用される場合もより操作しやすくなるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Android のディスプレイにスタイラス利用などに便利なタップやポインタの位置を表示する方法のご紹介でした。